さあさあどうする？よし来た。それじゃあ全員用紙にサインを。おお、全員問題ねえな。そんじゃ定期船が着くまで発着場で適当に待っててくれよ。はーい。さてと、私たちも乗りま。はい、そうです。黙って出発しようとしてさ、本当プンプンですよ。クローゼお姉ちゃん、本当に行っちゃうの？ごめんね。挨拶しようと思ったんだけど、留守にしてるって聞いてルーアンの方に来てたわけね。あ、それじゃあひょっとしてテレサ先生も間に合ったみたいですね。院長先生、それにジルたちもギリギリセーフって感じね。はあ、いきなり見送りして驚かせようなんて言い出すからこんなことになるんだよ。まあ結果オーライってことで。実はジルさんたちからあなたたちが出発することを、それでどうせならみんなでお見送りしようということになってついでだから私も付き合わせてもらったよ。そうだったんですか。なあエステル姉ちゃん、ヨシュア兄ちゃん家出しちゃったんだってな。あ、私たち先生からそのことを教えてもらっ、そっか、ごめんね、みんなに黙ってて。ううん、いいんです。あの、私たち女神様に毎日お祈りします。ヨシュアさんが早く帰ってきますようにって。僕もお祈りする。きっと叶えてくれるの。みんなありがとう。ついでに私たちも女神様に祈らせてもらうわ。エステル、クローゼ、くれぐれも気をつけてね。頑張るのはいいが無理して危険な目には遭うなよ。そんなことになったらあいつ自分が許せなくなるだろうからな。ジル、ハンス君。うん、肝に銘じておくわね。エステルさん、クローゼのことをどうかよろしくお願いします。しっかりしているように見えて脆いところがある子ですから。先生任せてください。と言っても私の方がいろいろ助けられちゃいそうだけどクローゼはこれを機会に自分を見つめ直せるといいわね。自分のすべきことが何なのか焦らず答えを出すといいでしょう。はい、わかりました。遊撃士と学生、どちらも目指すべき道がある。二人ともこれまでの日々で十分力を養ってきたはずだ。己の力を過信せずに使いこなせるようになるといい。そうすれば必ずや困難な道も乗り越えられるだろう。はい。ザイス方面行き定期飛行船ご利用の。あ、それじゃまたね。みんなお元気で。姉ちゃんたちも元気。土産話とヨシア君、期待して待ってるからね。
エステルさん、ひょっとして船内をお散歩ですか？まあね。そういえばクローゼっていつもオートに帰るときどうしてるの？親衛隊の人に送ってもらうとか？まさか。定期船を使って帰っていますよ。新年の式典と女王生誕祭、年に2回はオートに帰っていますね。それじゃ結構定期船は使ってる方なんだ。あ、そういえばジークってどうしているの？クローゼの後からのんびりとオートに来るわけ？ジークなら…ジーク来て。え？ごめんね、ちょっと呼んだだけなの。びっくりした。この船についてきてたんだ。ジークは時速1800セルジで水平飛行することができるんです。この定期船の運航時速は900セルジくらいですから、ジークにとったらお散歩と同じような感覚でついてきているのかもしれませんね。そうなんだ。あんたつくづく普通のハヤブサじゃないわね。ジークが親衛隊の伝令を手伝うことがあるのはこの速さがあるからなんです。動力通信が使えないとき、ジーク以上の速さで情報を届けられる存在はありませんから。そっか、市長逮捕の時もそうだったわね。やあ、エステル君、空の旅を満喫しているかい？見たまえ、この雄大なる空の色。まさに最高の酒の魚と言えるだろう。まあ、いい天気だし景色が綺麗なのも認めるけど、サイスまですぐに着くのにお酒を飲むってどうかと思うわよ。そう言わないでくれたまえ。この空の下のどこかに愛しのヨシア君がいる。ああ、彼は今何を思って旅を続けているのだろうか。そんなことを考えていると飲まずにはいられないのだよ。それ完全に私のセリフなんですけど。まったく、オリビエがいると話が深刻にならなくて助かるわ。お褒めに預かり光栄至極。しかし少々安心したよ。漆黒の牙、あの怪盗の残した言葉を聞いて動揺しているかと思ったからね。だが思っていたよりも君の決意は固かったらしい。オリビエってば、私の心配してくれたんだ。愛を求めてさまよう詩人にして演奏家だからね。恋する乙女の味方なのさ。
おっと、某日は勘弁してくれたまえ。茶化しているわけじゃない。微笑ましく思っているだけさ。例えばその服だってヨシア君に見てもらいたいと思って新しくしたんだろう。とてもよく似合っているよ。ありがとう。もういきなり真面目に恥ずかしくなること言わないでよ。それにこの服はシェラ姉がお祝いに見立ててくれたんだから、ヨシュアに見てほしいなんてちょっとは思ってるけど。何よ悪い？いや、予想以上だと思ってね。まあこの話はこのくらいにしておこうかな。エステル君もどうだい？カクテルでもおごらせてもらうよ。遠慮しとくわ。すぐにツァイスに着くだろうし、オリビエもほどほどにしないと酔いつぶれて折り損ねちゃうわよ。心配しな。このオリビエ、美女の尺以外では酔いつぶれたことは一度もないのさ。何の自慢にもならないわね。なんだエステル、また船内をうろついてんのか？まあね、私今まで飛行船ってあんまり乗ったことがないから結構新鮮なのよね。声優劇場は出張が多いから飛行船はかなり利用するぞ。交易商と同じくらい利用頻度が高いんじゃねえか？確かにうちの父さんも出張ばっかりしてたわね。今頃何してるのかな。軍のトップに祭り上げられて目の回るような忙しさだろうさ。いつも余裕そうにしてたからいい気味ってもんだぜ。忙しい父さんってあんまり想像できないけど、でもアガットって基本的に父さんのことを評価してるよね。なのにどうしていつも憎まれ口を叩いたりするわけ？別に憎まれ口を叩いてるわけじゃねえってのは、大体な、失礼なのはどう考えてもお前の親父だぞ。いつも人の顔を見るなりご苦労だの偉い偉いだの若造扱いしやって。確かに父さんってすぐに人をからかってくるよね。まいつもの減らず口だからあんまり気にならないけど。お前娘でよかったのかもな。あんな親父の息子だったら今頃反抗期の真っ最中だぞ。そういうもんかしら。親父ってのは息子にとっちゃ超えなくちゃならねえ壁だからな。バカ高い壁があった日にはコンプレックスの塊になりそうだぜ。
いまいちピンとこないけど、要するにアガット、父さんにコンプレックス感じてるわけね。あれ、図星だった？うるせえ、この似た者親子め。お待たせしました。まもなく着陸の。さてと、何はともあれサイス支部に行くとしますか。キリカさんに挨拶しなくちゃ。ほう、名前からすると東方系の女性のようだね。どのようなご婦人なんだい。また始まったか。波の玉じゃねえ女さ。シェラザード以上の除血だから、やけどしたくなけりゃ手を出すなよ。つうか、とばっちりを食らいたくねえからやめてくれ。それを聞いたらますます興味が湧いてきたよ。それじゃあ早速ギルドに。お、これはひょっとしてそのキリカさんの怒りなのか。そんなわけあるか。地震みたいですね。助けて、落ちてしまうわ。皆さんどうか落ち着いてください。この発着場は直下型の大地震にも耐えられるように設計されています。大した震度ではありません。どうかご安心を。もう大丈夫だな。さあ皆さん、慌てず騒がず受付までどうぞ。やれやれ、地震とは久しぶりじゃの。すごかったね。びっくりしちゃった。それほど大きくなかったけど、こんな不安定な場所で揺れるのは勘弁してほしかったわね。そうですね。それにしてもリベールで地震なんて珍しいですね。ほう、そうなのかい。ああ、めったにあるもんじゃねえ。被害状況を確かめるためにもとっととギルドに向かうか。中央工房では大きな被害はなかったと。市外も大した騒ぎにはなっていないのでご安心を。ええ、その件についてはよろしくお願いします。それでは。妙なタイミングで到着したわ。よく来たわね、エステル、アガット。発着場ではさぞ驚いたでしょう。あ、お久しぶり、キリカさん。たく、相変わらず見透かしやがるな。まあいい、よろしく頼むぜ。こちらこそ、助かるわ。そして、そちらの二人が姫殿下とオリビエさんね。私はキリカ、
ザイス支部の受付を務めている。以後お見知りおきを。はい、こちらこそよろしくお願いします。それにしても予想以上の過人ぶりだ。このオリビエ、あなたのために即興の曲を奏でさせてもらう。ジャンによればあなたたちは正式な協力員になったそうね。協力員は遊撃士と同じように上の休憩所を自由に利用できるわ。待ち合わせに使うといいでしょう。はい、わかり。即興の曲を。リュートを奏でたいのなら上の休憩所でどうぞご自由に。ただし常識の範囲内でお願いするわ。しくしく、わかりました。知らねえより確かに容赦がないかも。とりあえず溜まっている仕事の状況を早速教えてもらえるか。掲示板の仕事は溜まっているけど今のところ緊急の仕事はないわ。あなたたちのやりやすいように片付けてくれて結構だけど。うん、どうしたのキリカさん。これは通常の依頼ではなくギルドからの要請なのだけど、あなたたちを結社の調査班と見込んで調べてほしいことがあるの。何？いきなり直球できたわね。どういうことなんでしょう。調べてほしいのは他でもない、先ほど起こった地震についてよ。地震について調べる？それって被害がどの程度かみんなに聞いて回る。それもあるのだけれど、実は3日ほど前ボルフトリデで同じような地震が発生したらしいの。時間で言うと10秒くらい。特に被害は出なかったらしいわ。なるほど、さっきの地震と似てるな。ただ奇妙なことが一つ。ボルフトリデで地震が起きた時サイス市は全く揺れなかった。それは妙だね。地図で見る限りボルフトリではここからそう遠くはないはずだ。そこが揺れたのならこちらでも多少は揺れが感じられるはずだが。ごく小さなものだったから気づかなかったのかもしれない。ただそうね、虫の知らせというのかしら、なんとなく嫌な感じがするのよ。言いたいことはわかるかも。幽霊騒ぎもそうだったけど変な現象は私も気になるわ。いいだろう、引き受けた。サイス市とボルフトリデの双方で聞き込みをした方が良さそうだな。よろしくお願いするわ。ただし市内についてはマードック工房長にお願いして情報を集めてもらう。そちらが期待できるから省いてしまっても構わないわ。なるほど、最低限ボルフトリデで聞き込みをすればいいのね。まあ気になる程度だから緊急性はないと思ってちょうだい。掲示板の依頼をこなしながらゆっくり進めてくれても構わない。それに挨拶したい人たちもいるでしょ。新しいゴスペルの件もあるし博士とティータに会わなくちゃ。そうですね、そのギルドの仕事をするのは挨拶をしてからということだね。ではティータ君と再会するためいざ出発するとしようか。なんでてめえがいきなり仕切ってやがる。まあいい、ラッセル工房に行くぞ。お願いしたいのはボサイス市内での情報収集は掲示板の依頼でもこなしな。まずはラス掲示板を見たみたいね。あなたたちも捜査に協力。あ、
うん、そのつもりだけど、看板っていうと支部の軒先にぶら下がってるあの紋章の入った看板のこと？ええ、その看板が盗まれたのよ。実務上の問題はないけど、紋章はギルドの使命と義務の象徴。それが盗まれたとあっては、こちらも黙ってはいら、確かに無視できないわね。なめられたもんだな。それで事件の経過は？発覚したのは昨日の昼過ぎ。見つけたのは支部所属のウォンよ。彼が報告に戻ってきた時、表の看板がないのに気づいたの。犯行があったのはその日の午前中と考えられるわ。私は所用で留守にしていたけど、ちょうどその頃に支部の前で作業員の姿が目撃されているの。どうやらその人物が変装した犯人だったようね。変装ですって？エステルさん、これはもしかして？まさかとは思うけど。思い当たる節があるよね。ではこれはどうかしら。麗しの姫君とその友らよ、つとき放たんと望むならば、我が呪いに打ち勝つがよい。第一の鍵は四柱に。弱い四柱なる大きなの背を探れ。事件発覚後に送られてきたカードよ。内容から見て犯行声明と考えられるわ。間違いないようですね。あいつの死は、あいつというのはあの怪盗ブルブランのことね。ルーアンでのいきさつはジャンから聞いているわ。今回の事件、怪盗 B の挑戦というところかしら。面白い。他ならぬ公的使からの挑戦、受けて立とうじゃないか。勝手に挑戦されても。だが売られちまった喧嘩、とにかくカードを頼りに。カードの言葉は四柱と弱い四柱なる大きなの背ね。そのまま読めばおじいさんを探せって意味だけど。素直に受け取ればそういうことになるだろうが。だが学園での一件を考えれば、一筋縄でいかないのは明らかだよ。あの時のメッセージは何かの例えだったわよ。今回もそうなのかしら。さてどうだろうな。悩んでても始まらねえ。さっさと町の中を調べに行くぞ。ええ、それしかないわね。では期待して待ってるわ。任せてくれたまえ。それじゃ行ってくるわね。
何か見つけたのか？うん、間違いない、あいつのカードね。で、何が書いてあるんだ？麗しの姫君とその友らよ、第二の鍵は中央工房に。最も賢き者の中を調べよう。ヒント。なるほど、次は、うん、場所は分かっ、この最も賢き者ってまさかラッセル博士なわけはないわよね。とにかく中央工房にある何かなのは間違いってし、うん、ここを登ると中央工房か。まずはラッセル工房の様子から見に行くとしようぜ。うん、確か、
町から出る前にラッセルコ。さてと、博士とディータはいるかしら。もしかしたら中央工房に行ってるかもしれねえな。おじいちゃん、2階のお片付けは終わったよ。おお、すまんな。それじゃあそっちの部品の整理をしてくれんか。はーい。二人とも研究所の方にいるみたいね。なあ、行ってみるか。邪魔するぜ。あ、アガットさん。いらっしゃい。今日はどうしたんですか？なんじゃ、来たのか、不良青年。来ちゃ悪いかよ。相変わらずごちゃごちゃした工房だな。どうせさっきの地震で部品の山が崩れたんだろう。よくわかりましたね。二人ともお久しぶり。あ、ご無沙汰してごめんなさい。おお、エステル。確かレマン自治州にある訓練場に行っておったそうだな。いつ帰国したんじゃ？帰ってきたのは少し前かな。今までルーアンの仕事をしててサイスに到着したばかりなのよ。そうじゃったか。おや、お前さん方は。お久しぶりです、博士、ディータちゃん。お邪魔させてもらうよ。クローネさん、それにオリビエさん、二人とも私たちの調査に協力してくれてるの。ルーアン地方でいろいろあってね。そうか。こんなところで立ち話もなんじゃ、今の方に移るとするか。クーデターの黒幕どもがすでに活動を始めていたか。しかも再びゴスペルを持ち出してきたとはの。空間投影装置が生み出した映像を遠く離れた座標に転送する。そんなことどうやったら可能なんだろう。空間投影装置そのものは決して不可能ではないはずじゃ。わしもいずれは作ってみようと思ったからな。じゃが生み出された映像を遠くの座標に転送するのは、さっぱりからくりがわからんわい。敵の男は新型ゴスペルの実験をしてたって言ってたのよね。動力停止現象は起きなかったけど、そういえばクーデターに使われたゴスペルの方はどうなんだ？知った何か分かったかよ。
それがな、解析を進めれば進めるほど奇妙なことが分かって。奇妙なこと？結論から言うとな、あのゴスペルそのものに動力停止現象を起こす機能があるとは思えなくなってきたんじゃ。でも実際にあの黒いオーブメントが動力停止現象を起こしたのですよね。あくまで表面的には。じゃが先ほど言ったように内部の結晶回路を解析してもそんなことができるとは思えんのです。動力場の歪みらしきものを発生させるのは確かなんじゃが。動力場の歪み、動力場というのは動力エネルギーの周囲に形成される干渉フィールドのことを言います。回転は一定の法則で力線が描かれるんですけど、動力場はこの法則から外れているらしくて。ちょっと話が専門的になってきたかな。私もちんぷんかんぷん。ありていに言うと既存の法則に当てはまらない歪んだ動力場を発生するのじゃ。じゃが動力場というのはあくまでも一定の時空間における動力エネルギーの方向性が与えられない限り動力停止現象のような具体的な作用が起こるはずがない。正直困り果てていたんじゃが、ルーアンでの事件を聞いて新たな可能性が開けたかもしれん。知らせてくれて礼を言うぞ。どこがどう役に立ったのかいまいちピンとこないけど。敵が使っていた投影装置は王国軍が調査しているはずだ。興味があるなら連絡してみろや。そうさせてもらおうかの。そういえばお前さんたちはこれからどうするつもりじゃ。しばらくツアイスで仕事をするつもりなのか。それなんだけど。ほう、先ほどの地震についてか。確かにリベールで地震が起きることはめったにない。しかも3日前にゴルフ砦で同様の地震が起こっていたのか。3日前。サイスの市内は揺れたりしなかったと思うよ。確かにちょっと変かも。自然現象だし結社が関係してるかわからないけど、調べられるだけは調べてみるわ。地震か。ひょっとしたらあれが使えるかもしれんな。また決対な発明を持ち出すつもりかよ。数年前に作ったある装置があるんじゃが、あれにトランスミッターをつけてカペルに解析させられれば。いけるかもしれんの。もう博士ったら一人で納得しないでよ。いや、お前さんたちの調査に協力してやろうと思ってな。お前さんたちはヴォルフ砦に調査に向かうがいい。その間にいいものを用意しよう。それは助かるけど、いいものって一体何なの？それは後のお楽しみじゃ。それでは早速中央工房に行こうかの。手伝ってくれんか。ごめんなさいお姉ちゃん、アガットさん。
の顔を見られただけでも嬉しかったしね。エステルお姉ちゃん、ま、しばらくサイスを拠点に仕事をするだろうからな。ゆっくりできる機会はあるだろう。機会があったらまた寄らせてもらうよ。その時はぜひとも僕のことをお兄ちゃんと。だからあんたはやめい。それじゃあまた後で。準備ができ次第ギルドに連絡するからの。しかし、あの年頃から機械いじりばかりとはな、微妙に先行きが不安になるぜ。確かにもうちょっと子供らしくしていい年頃かもね。でも、ティータに限って心配する必要はないんじゃない？本当ならあいつの両親が心配すべきなんだろうが、外国にいるってことなら仕方ねえ。今度機会があったらじいさんにでも注意しとくか。おやアガット君、ずいぶんお兄ちゃん的な発言をしてくれるじゃないか。はあ？もしくはパパ的発言か。世の男どもが聞いたらさぞや羨ましがられるだろうね。よくわからんが、ひょっとして喧嘩売ってるか？いやあ、とんでもない。ただあんな子に慕われて二人とも羨ましいなーって。オリベイさんの気持ちもちょっとわかります。私もティータちゃんともっと仲良しになりたいな。もうクローゼまで。心配しなくてもオリビエ以外だったらすぐに仲良くなれるわよ。エステル君ひどい。たく付き合いきれないぜ。はい、さっさとギルドの仕事を始めるぞ。うん、そうね。他の仕事をこなしながらボルフトリデに調査に行きましょう。遊撃士協会看板、怪盗紳士ブルグランがその天才的手腕を駆使して無能なる遊撃士協会サイス支部の軒先から失敬。第三の鍵は再び市中に。とんがり帽子の三兄弟を仰ぎ見よ。なんでカペルにこんなことが書いてあるの？
詳しいことはわからないが、中のデータを書き換えたらしいね。敵ながらあっぱれというほかないね。まったく、そこ知れねえ野郎だな。それはそうと、メモは取ったんだろうな。うん、もちろん。次はまた町の中みたいね。探すものはとんがり帽子の三兄弟でしたね。これも何かの比喩なのでしょうか。よし、それだけ分かれば十分だ。町に引き返そう。たちじゃねえか。ずいぶんと久しぶりだな。お久しぶり。整備長さんも元気そうね。なんだ、今度もまた仕事か。うん、サイス支部から応援の要請があったのよ。だからしばらくこっちで仕事をすることになるわ。おう、そりゃ心強いね。じゃあ何かあったら遠慮なく依頼させてもらうぜ。ところで、博士のとこにはもう顔を出してきたの？あ、ちょうど行ってきたとこよ。なんだか、ティータに熱烈歓迎されちゃったわ。そいつはそうだろう、ティータ坊のやつ。ずいぶんお前さんを恋しがってたからね。くれたか。あれ、どうかした？いや、いつだったか、ルーアンで試作品を届けてくれた人じゃない？そんなこと。うん、多分間違い黒髪の男の子と一緒に武器屋に来てくれたじゃないか。黒髪の男の子ってどう考えてもよし。気になるなら後で手帳を見てみろや。それより今、仕事の話だ。あった。ということは、やっぱり掲示板を見てきてくれたの？もちろんそうよ。動力銃のテスターを募集してるそうね。ああ、そうなんだけど、実は応募者が少なくて困ってたところなんで。早速だけど、説明を聞いてくれないか？うん。じゃ早速、知っての通り、依頼内容は動力銃の実戦を通して武器としての信頼性をチェックし、信頼性のチェック、ものすごく単純に言えば耐久性を試す。どんな機械にも使ってみないとわからない欠陥が必ずあるものでね。故障の原因の多くは開発中に想像もしていなかったものなんだ。そうした隠れた弱点を洗い出し、武器としての信頼性を高めること、それがテストの目的というわけさ。うん、趣旨は理解できたよ。つまり専門的な言い方をすれば戦闘実施。ああ、まあ、ところであなたがテストをしてくれる車種かい？一つよろしく頼むよ。漂白の詩人にして演奏家のオリビエ・レンハイムさん。演奏家？変なやつに見えると思うけど、銃の腕だけは信用できるから。おや、気のせいかな。発言のごく一部がやけに強調されていた気がするが。まあいいじゃねえか、てめえの腕については皆が認めてるんだからよ。そうなのか。まあそういうことなら信頼してお願いしてみるよ。大船に乗った気でいたまえ。本当に大丈夫かな。まあいいや、とにかく銃を。それがテストしてもらう銃さ。来てくれたお礼として無料で進呈させてもらうよ。うん、それはありがたい。
それにしてもこの銃、見慣れない構造をしているね。当然だよ。見たことがあったら困るさ。何しろこの銃の駆動部は僕、どうだろう、扱えそうかい？もちろんさ、この銃とならきっと素晴らしいハーモニーを奏でられるだろう。それはどう？まあこれは放っとくとして、説明の具体的に何をすればいいのか、まだそれを聞いてないじゃん。おお、それはそうだね。さ、早く説明してくれた。大体はさっきあなたが自分で、要するにその銃を装備して戦ってきてくれればいいわけさ。テスト場所は近くのトラット平原道でお願いするよ。あそこならトラブルがあっても深刻な事態にはならないからね。了解よ、トラット平原道ね。最低でも10回くらいは戦闘をこなしてきてほしい。もちろんこれはきちんと戦ってくれた上での回数。退却じゃ戦闘テストにならないからね。では確認するが、この銃を装備した状態でトラット平原道へ赴き、そこで10回程度戦ってくればいいんだね。で、それが済んだらまたここに報告に来る。それで大丈夫か？ああ、問題ないと思うよ。もう質問がなければ、あとはお願い。大丈夫だった。じゃあオリビエさん。ねえ、とんがり帽子の三兄弟、三本とも高さが違うんですね。なるほど、兄弟とはこのことかも。煙突が三本あるのは可能性はあるぜ。よっしゃ、すでに扉は開かれた。声高く女神に唱えよ。C26D、と。どうやら次で最後らしいわね。にしても、静かなる地下で女神に唱えよとはね。静かなる地下は
文字通り場所のことだろう。問題は女神とその後の意味不明な文字というわけだね。ま、とりあえずは地下に行きます。ザイスで地下って言えば。ああ、その仕事で聞きて、ちょっとこれを見てくれない？静かなる地下に女神。これがどうかしたの？この場所のことを言ってるらしいんだが、意味不明な部分があったな。あんたならわかるんじゃないかと。この文章って地下工場のことなの？それ何か気づいた？この女神って、いや、申し訳ないけど、それよりもっと意味不明なところがあるでしょ？うん、この文字列だよね。見た感じ管理用の製品番号だと思うけど。製品番号？うん、この番号は倉庫にだから番号さってことは、もちろんできるよ。できればお安いご用さ。ちょっと待、こちらフェイ、ちょっといいかい？製品番号 C-26D-E をこっちに送ってほしいんだ。そう、 C-26D-E。 サンクス、頼んだよ。その番号の物品があるってさ。こっちに送ってくれるって。本当にあったの？なんか向こうの担当者もひどくびっくりしてたよ。さーて、何が来るのやら。助かった。そ、なんで、うん、これって。無事に取り戻してくれたわね。あなたたちならやってくれると思ってた。期待に応えられてよかったわ。でも今回も怪盗 B には振り回されっぱなしだった。ああ、改めて力を思い知らされた。もしかするとそれが実力を見せつけて威嚇してるってこと？そこまで考えてるとは思えない。どちらにせよ敵はただ者ではないわ。これからも気をつけてこ。その方が良さそうだね。うん、そうだね。さて、
これでこの依頼も完了。あなたたちは本来の任務に戻ってちょうだい。ああ。では私はこれで失礼。知れたかな。
Thank you.
酔いしれたかな。ちょろいちょろい。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。Thank you.
か。休み、子猫ちゃんたち。you
逃げろよ。酔いしれたかな。これで一安心ですね。出直してきた。酔いしれたか。
みんな行くわよ。
お見せします。
回転悪かったな。Thank you.